はい、おかえりなさい。おかえり、おかえりなさい。今日もね、お疲れ様ですね。お疲れ様でした。でね、あのね、聞いてほしいんですけれども、自分じゃね、全然霊感なんてものはないなんていうふうにね、思っている人でも、実は霊感が強いっていうのはね、そういう人意外といるんですよね。まあどういうことかっていうとですね、まあその人に向けてですよ、霊感メーターみたいなものがあって、まあそういうのでもしね、測ってみたらビビンとね、まあ、ビビンとこう反応して、まあ、振り切れるくらいにですね、まあ、針が振り切れるくらいパワーがある人っていうのがね、いるんです。うん、いるんですね。こうね、霊感系のね、この霊感系の占い師さんなんかは、あ、この人はってね、まあ、こういうのが分かる人ってね、いると思うんですけれども、占い師さんに言われたっていう人いないですか？こういうふうにね、あなた霊感あるでしょってみたいなのね、言われたことないですか？まあそういうのに鋭い友達とかね、まあ、知り合いに言われたことがあるっていう人もまあいるでしょうね。うん、どうですか？はい。まあ自分でね、自覚してるっていうんだったらいいんだけれども、そんなの感じたことがない。まあ人はみんな感じるって言うけれど、私は感じたことがないから、私は鈍い方だなんてね、鈍い方だなんて思ってても、あなた、あるでしょ。いやー、ないないなんてね。でも実はね、霊感メーターの針が、振り切れるくらい潜在能力がある人っていうのはね、いるんですよ。ですからね、こういうの聞いておくのってね、ほんと大事なんですよね。あのね、いろんな不思議なことが起きるのよ。ね。それがね、自分の封印された力のせいだったってなことがあるんで、ね、まあ、自分じゃ全然霊感なんてないなんてね、思ってるような方でも潜在的に霊感が強い人っていうのはいるんですね。それはね、それは前世からの魂と結びついてたりするんです。まあ、前世でね、まあ何かやらかしてたのかもしれない。いや、あの、やらかしてたっつって言い方はこれはね、悪いけれども、前世で霊能力が割とあった人なんかはね、こっちに来ても割と前のことを引きずってたりするんです。いやいや、なんかこう、あの、昔の年寄りみたいなことを私言ってるかもしれないけども、まあ、今はね、こういうの言う人がね、少ないからね。知っておくのって本当にね、大事なんですよ。はい。今日はですね、前世で霊能力が超絶強かった人、ね、その不思議な特徴について、こういうことがあるんだ。ね。話しますけれども、動画の最後にですね、悪いものを払う強力な力をお送りします。まあ、こうやってね、払うとか清めるとかね、意識をしていないと、前世で霊力があった人、ね、そういう人とかね、今この世で魂が清らかな人とかはね、運気が下がる、生き量とかね、足を引っ張る、運気の足を引っ張る、よろしくないのが寄ってきやすいっていうのがありますんで、はい、どうぞ最後までお聞きください。それでは始めます。宇宙で一番優しい神様に。
今日も感謝します。こんにちは、開運案内人池田芳香です。前世で霊能力が超絶強かった人ですとか、まあ今はね、自分でもあるかないかわからないくらいの霊感、まあそういう人でもね、霊感メーターみたいなのでもし測ったとしたら反応してしまうぐらいね、潜在的なパワーがある人ね。まあどうしてそれが自分であんまりよくわかんないのかっていうとですね、それはね、普通には封印されていて当たり前、封印して使えなくしているっていうのが当たり前ね。まあ霊感っていうものはそういうもので、強いパワーはこの世では使ってはいけないんだとね、ってことになってる。そういうことになってる。まあ、特にですね、自分のためにはですね、自分のためには使ってはいけない。私のことで言うと、私の父親の行動先生はね、目が見えない人で、まあ、盲人だったんですけれども、まあ、それでね、癒しの力というものが覚醒しまして、人を気のパワーで治す、ね、気の治療家、奇跡の治療家と呼ばれるようになった。まあ、そうした覚醒ね、そういった形で覚醒したっていう経緯があるんです。まあ、こういうのはですね、聖なるエネルギーの一種なんで、まあ、例えば、下手に使いすぎるとね、反動で自分の運気をね、損ねてしまうっていう可能性だってある。まあこれはね、日本は昔から霊能力っていうものをね、正しく使う人が多かったからまだいいんですけれども、これがね、海外とかになるとね、まあ昔はね、魔女狩りって言って、ね、そうやって霊感、霊能力をちょっとでも見せたりすると、罰せられたり、ね、処刑されちゃったりね。まあ、それで言ったらね、まあ今でもこういう話っていうのは偏見の目で見られるっていうのはまあありますよ。ね。というのがまだあるんです。白い目で見られるっていうのがまだあるよね。まあね、特に力の強い人なんかは、まあ使いすぎてっていうかね、使われすぎて、調子が悪くなっちゃったりね、そっちの方でちょっと調子が悪くなっちゃりした経験があるっていう方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ね、あなた、どうでしょう。はい。占いとかね、お好きな方もね、気をつけてくださいね。ね、使っちゃってるから。ね、霊感。まあ、潜在的な霊感というものをね、こう、にじめて使っちゃったりもするんだよね。まあね、プロの方はね、こういうことが分かってらっしゃるでしょうから、自分でケアされてるとは思いますけれども、生半可にね、その力を使ってしまうと、自分に跳ね返ってくるんだと。まあ、ですからね、まあ、さっきも言いましたけれども、私みたいに特別な人からこういうのをね、聞いて知っておくっていうのは大事なことなんです。こういうね、聖なるエネルギーっていうものは、いい方向に使えば、いいことがどん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 起きるんです。起きるの。ね、起きるの。起きてますか？はい。一番いいのはね、人を幸せにできるっていうことなんですよ。ね。はい。まあそういう意味でも、まず言っておきたいのは、前世で霊能力が超絶強かった人。ね。今霊感があるっていう人もね。まあ強い人っていうのは、私たちにとって特別な存在だ
ていうことなんです。前世で霊能力が超絶強かった人、霊感がある人、強い人っていうのは私たちにとって特別な存在。まあそうした人とね、つながることは霊感が全くない人にとっても素晴らしいこと。スピリチュアルな世界とのつながりを持てることなんです。まあその人を通してね、素晴らしい世界を共有することができる。まずね、一つ目の大前提っていうのはこれですよね。まあそしてね、その人には優れた直感力があります。直感力。よくね、私は勘は鋭いんだけれども、霊感みたいなのは全然ないんだってね、そういうふうにおっしゃる人いるんですけれども、ね、いるんですよ。ね、こういう言い方をするのはね、前世で霊感力が、ね、霊感力、前世で霊能力が強かった人にね、多いんですよ。まあ、能力はね、その魂が、あなたの魂が引き継いでて残ってるんだけれども、ね、中には霊感っていう言葉がね、嫌だっていう人はね、案外ね、意外にね、多いんです。でもね、前世からなんですよ。前世から。ね。前世から引き継いでるんですよ。そういう人は。ね。次にね、霊感が強い人は、人のオーラやエネルギーを感じ取ることができる。あ、この子は売れるんだろうな。有名になるだろうな。ね。ほら、あのテレビなんか見ててもさ、この子売れるんだろうな。有名になるだろうな。オーラを感じてね、分かったりする。ね。まあ、それとか、人の病気が分かったりもするんです。まあ、ね、それとね、つながる話で、癒しの力を持ってるっていう方もね、いらっしゃいますよ。まあ、これにはね、大きく分けて、2つありまして、直接ヒーリングと間接ヒーリングっていうのがあって、ね。この亡くなったね、私の父親の行動先生は、気の治療家としてね、直接ヒーリングで人の病気や怪我の痛みを取るっていうのをやってた。もう一つのね、間接ヒーリングっていうのは、その人とね、お話をするだけでも、あるいはね、そばにいるだけでも、病気とか怪我とかね、心の痛みとか、ね、悩みとかが癒される。人を癒してしまうっていうのがあるんです。うちの会もですね、傾聴というね、ボランティアでこれをやってくださっている方おりますけれども、運気がね、いい方向に変わるんですよ。ね、変えていく力がある。ね、ありがとうございます。本当に。これはね、本当に聖なるエネルギー、ね、見えない力だと思います。まあ、そこにはね、物言わずともね、言わなくても、多くは言わなくてね、語らずとも、多くは語らずとも察する。相手の魂、相手のオーラ、雰囲気を見てね、その奥にある魂のことまで察知してしまうっていう能力が終わりなんです。これはね、良いこと悪いことの裏表でもあって、人の思いっていうのがね、勝手に流れ込んできたり、思念っていうものですね、これは。思念が流れ込んでくるものだから、人混みが疲れてしまってね、人混みが苦手になったり、まあ場合によっては、人間が好きなんだけれども、ね、人間が好きなんだけれども人嫌いになるっていうね、一人でいるのを好むようにもなる。孤独でいることを楽であり、寂しいと感じるっていうね、まあ、そうした矛盾した思いになって悲しんだり悩んだりする人もいるんです。そういうことがある。しかしね、その思いこそ
私はね、これをね、天使の孤独感っていうふうに説明をさせてもらっているんですけれども、同時にね、それはね、スピリチュアルな高い次元とのつながりを感じさせる、宇宙やね、自然とのつながり、ね、そこの一体感をこう感じて体験したり、大いなる存在とのつながりを感じたりもする。普通の人がね、あんまり感じることがないような人生や宇宙に対しての深い洞察力、人間という存在に対する本当の意味での深い理解、深い部分にね、アクセスする能力をね、その人は持っているんです。ね、あなた。ただ最初に言ったようにね、運気が下がる、生き量とか、足を引っ張る、よろしくないのが寄ってきやすいっていうのがありますんで、払うこと、清めるっていうことも大事になってくるわけです。ね、そうでしょ？はい。それでは、悪いものを払う強力な見えない力をお送りしますので、どうか受け取ってください。はい。はい。お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。霊感がある人、ね、潜在的に能力の強い人に対してはですね、魂レベルが低い人を操って生き霊を放ってね、悪さをするっていう事例もね、報告されています。うん。まあどうかね。負けることのありませんように。守護霊。ね、守護霊さん。守護のご先祖様のご加護を受け取って、さらに、あなた自身を守る力をね、高めてください。はい、それではね、いつものように、皆さんの願いが叶いますようにと願っていただきまして、あなたのそのお力で、皆さんの願いも叶いますように、あなたのそのお力で後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように、あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。大丈夫。見えない力があなたを守ってくれます。大丈夫。大丈夫です。それでは、次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。